違うね、いつもと。もうね、うん、ちょっとね、疲れてるはい、ということでですね、我々セブドームに戻ってまいりました。ホームだね、もはや。なんか久しぶり、久しぶり、本当に。まあ、本当家に帰ってきたっていう感じでですね、今日は日曜日の、オリックスとの3戦目です。昨日はね、本当劇的な野崎選手がね、そうものすごい繋がったよね。もうあんま見てないのよ、昨日仕事で。本当今日もね、本当引き続きね、勝ちたい、もうそれだけです。ということで、今日は一塁側で、観戦していきたいと思います。今日はこれ、モンサワーで乾杯。坂登ってきたから美味しい。弁当だね。美味しい、美味しい。する私的に、はい、ということで、1回の、ね、裏は3人で抑えられてしまいました。すごいすんなり3人で、最後友崎選手がいい当たりかなと思ったんですけど、はい、そう、福田選手に、ね、取られてしまいました。ということで次は2回です。最初ね、中村選手からの、そう、打席でヒットで出て、すご
ごいね、昼間くん。すごい、昼間くんすごい。今日タオル買います、私。で、その後ね、岸選手がバントの構えだったんだけど、結局ね、ゲッツーだね。そう、打ってゲッツーでした。からのね、平沼選手も、ゴロで、まあ、惜しくもチャンスつながらずという感じだったんですけど、まあ、このちょっと勢いのままね、行ってほしいななんて思っております。はい、ということで次は3回です。ゼロでも抑えたい。好みあるもんね。ある。じゃあ細？はい。はい。で、米野さんのハンドブッチャーズのポテトゲット。二店舗目だ。食べます。Thank you.
かね、ね、もうことごとく繋がらないです。残塁が多い、ね、残塁多いで、そのままアウトになって終わりっていう感じでね、まあ、特にあの進展はないですね。で今、ピッチャーが変わりまして、ボウ君から、佐藤俊介君になりました。ちょっとこのまま、ね、ゼロで、もうこれ以上、ね、点を与えないでゼロで、ね、本当にあの投手陣の援護をお願いしますという気持ちですね。はい、ということで次は7回、次は8回です。応援していきます。
あったよ、もう久しぶりに。交流戦もね、引き続き全力応援して勝ちましょう。大変お疲れ様でした。またね。大変戦だよ。売り切れ。